ミミシムレッスン TV オンライン55歳からの改めましてのオートキャドミミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャドをですね改めてオートキャドやった方とかによくいただく質問というのをまとめてですね一問一答形式でお届けしてございますミミシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をさせていただいております基本のショートカット 3D の場合だと何がありますかというところの 続きですね、前回。前回は 2D でしたから、今回は 3D となっています。はい、こちらになります。ないものもあるんですが、ただ、あと変換、予測変換でですね、コマンドライン直接入力、途中まで入れると、あ、これですかっていうのがオートキ c a d の方で出てくるので、そちらで入れていただいてもいいかと思います。また、えっと、前回ですね、ご質問があったんですが、ショートカットですね、例えば、ここでいうところの、円柱だとこれを入れなきゃいけないんですか自分1と なんとかだけでいいんですっていう場合にも変えることはもちろんできますがそちらを変えるとかいうのはですね以前動画の方でもお話をしていますがショートカット用のものをですね編集していただければ十分かと思いますまたファンクションキーでもですねいろいろできることがございますので覚えていただくと便利かと思いますウィムシムレスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています LINE 限定セミナーやイベント情報お得情報などをいち早くお届けしてございます いかがでしたでしょうか本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオタムでした。